ゆっこランドの床皆様こんばんは。ヒーリングシンガーソングライター、ヨガナビゲーターのゆっこランドでございます。本日は弥生、3月28日火曜日のお時間は24時でございます。皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。3月に入りましてね、あったかい日が、続いておりまして、時折ね、寒い日があったりしてね、こうやってね、桜が咲く頃にね、寒い日がありますのを花冷えというそうですけれどもね、私思ったんですよ。この花冷えっていうのは、桜さんをね、より長く、私たちが、楽しめるように、宇宙がね、そういうふうに、してくれたんじゃないかなってね、一人で思ったりしてました。宇宙さんありがとうってね、言ったりしておりました。今日は何の日シリーズですね。今回はシルクロードの日というのをピックアップしてみました。1900年のこの日、スウェーデンの地理学者で中央アジア探検家であるスベン・ヘディンさんがシルクロードの古代都市ローランを発見したことが由来ということだそうです。砂にね、埋もれてたのをね、発見したっていうことですから、すごいですよね。この辺りだ、きっと、って言ってね、調べて発掘されたんでしょうね。素晴らしいです。で、このシルクロードっていうのはですね、いくつか、通路があって、それの総称をね、言うということなんですが、私はこのシルクロード、砂漠っていうことですよね。砂漠の道がね、多かったようですが、ラクダちゃんをやっぱ思い出しますね。で、私はですね、26、7年ぐらい前にエジプトにね、行ったことがあるんですけど、これはですね、発掘付きの、旅でですね、吉村作治先生監修の、旅だったんですが、もうすんごく楽しかったです。もう、それでエジプトの、方たちと、なんか妙に気が合いまして、なんか帰りたくないなって。楽しすぎて帰りたくないっていうね、思ったのを記憶にございますが、またね、その話はね、折を見て、していきたいなと思っておりますが、このラクダちゃん乗りましたね、私も。可愛かったです。目がね、クリリンとしてね。それで、座った状態でこう腰掛けて、ラクダちゃんが膝を伸ばすんですけど、すっごい高い位置になってね、おーと思ってびっくりと感動でしたけれども。ラクダちゃんはね、別名なんて言うか皆様ご存知でしょうか。とってもね、素敵な別名があるんですよね。なんと、砂漠の船とも言うそうです。ねえ、なんかいいですよね。なんか歌書きたくなっちゃうっていうかね。砂漠の船に私乗ったのよ、なんて言ったらね、素敵に話が盛り上がりそうな感じがいたします。それではこの後は本日の、ゲストをご紹介いたします。恋愛ソングフォークユニット、グラスビーズさんです。2月の12日日曜日、赤坂のカンティーナという、ライブハウスさんにお邪魔してまいりました。とっても楽しかったです。で、ライブ終わりました後にね、インタビューをさせていただいたんですが、その時の音源がですね、私の不手際でよく撮れていなかったので、後日ね、またお二人に撮っていただいて、それを送っていただいた、ものをね、本日ご紹介させていただくんですが、お二人にはお手数をおかけしまして、もう本当に申し訳ございませんでした。ギターボーカルの牧高義さんとはですね、17、8年ぐらい前からの音楽友達で、そのきっかけとなりましたのがですね、今はもう閉店してしまったんですが、御徒町に、アコースティックダイニング F というね、
フォーク酒場がありまして、そこで私がレギュラーの出演をさせていただいてて、牧高孝義さんも当時の、グループですね、活動されていたショーというね、男性3人組のグループで出演されていて、それでお知り合いになりました。私はですね、そちらのお店で、10年間、お世話になりまして、本当にたくさんの素敵なミュージシャン、そして素敵なお客様とお知り合いになれまして、お店には本当に感謝しているところでございます。お店はなくなりましたけれども、今もね、精力的に活動されているミュージシャンが、とっても多くいらっしゃいますので、今後はですね、折を見て、こちらのユタートラジオでご紹介をさせていただきたいと思っております。それではグラスビーズさんのインタビュートークと楽曲の方でお楽しみくださいませ。ユッコランドのユタートラジオの、ゲストということで、今日はグラスビーズがお呼ばれしたんですか、一応。うん、はい、はい、でインタビューの、インタビューまずは、グラスビーズ自己紹介から、グラスビーズというのは中学校の同級生とかって言ったんですけど、はい、中学校の同級生とかね、たまたま同じ学校にっていうだけのね流れです。それで、ピアノとボーカルの三浦律子さんと、はい、ギターとボーカルの牧高義のユニットで、ちょうど今年7年目になります、うん、でそれぞれの自己紹介という感じでやってますか、牧高義、作詞作曲もするんですが、どちらかというと自分の経験をもとに暗い歌ばっかり作ってます、うん、はい、そうね、牧ちゃんの、ね、今まで作った、ね、曲を聴けば大体牧ちゃんの人生は分かっていただけると思います、はい、そんな感じです、はい、はい、はい、私、キーボード担当の三浦律子と申します。そうですね、普通の主婦をしておりましたが、7年前に牧ちゃんに手伝ってと言われてから、ちょっとこの夜の街でキーボードを弾くことになりました。最近はちょっと作曲作詞も少しずつですが、やっております。ボーカルもですね、ボーカルもね、はい、歌もちょっと、はい、歌わせていただいてます。だいたい5曲ね、あると1曲歌わせてくれる。いやいやいや、そんなことないですまあね、だいたい30分ぐらいのステージもあるんですよね、うん、1曲ぐらいは歌ってほしいと、はい、15分ぐらいの時はないのよそっか、はい、それで、次いきます、はい、はい、最近の活動状況なんですが、はい、赤坂のカンティーナというね、うん、ライブハウスで、うん、今は2月に1回ぐらい、そうですね、ブッキングライブを、はい、やらせていただいてます。最近ね、赤坂のカンティーナさんも若い方がすごく増えてね、なんだか刺激になってるのかなって思ったかなそうですよね、うん、大体まあ年の順でね、そうですね、大体出ることが多いんですが、はい、大体私たち一人でございます。年の順でね、はい、大御所で、はい、いろいろとやっぱり若い人の感性はね、そうね、ちょっとうちらと違ったりとか、うん、まあある意味刺激にはなってますよね、うん、うん、まあいい刺激なんだか悪い刺激なんだか、はい、まあ、正直言ってしまうと、ちょっと若い人の音楽がいまいち理解できないっていうところが私はありますけどね、そうですね、うん、一生懸命そっちに寄ろうとしてもどうしてもこう、いや、乗り切れてない、ね、そうですかそういう感じで、はい、まあ、影響を受けながらやらせていただいています、はい、それと一応今年から、うん、できれば、うん、毎月1曲ぐらい、うん、YouTube に、うん、あ、それは今後のライブの言ってるお知らせで言うんですか、そう、まあ、最近の活動状況を、はい、はい、って言っちゃダメですね。いいですよ、いいです、 YouTube にアップロード先月はいたしました、はい、今月はまだですね、そう、今月はまだ、ね、はい、これから録音したいたします、はい、はい、そういう感じで、はい、やっていきます、はい、そして、ゆうこさんからの、一番大事、一番大事って言われた、うん、今の若い世代へのメッセージ、はい、まあ、まず僕から言うと、
自分の経験をもとにして、いろんな人との縁が大事だなと、こうやって、ずっと音楽を続けてられるのも、まあ、ゆっこさんとの縁だったり、まあ、律子さんとの、ね、縁だったり、そういうのがあって、今の音楽を続けてこれるんで、若い人たちもね、これからいろんな人と出会ったりなんかするんで、そういう縁を 大事に大切にして、行ってほしいなと思います。以上ですか？以上です、はい、そうですね、私も若い世代さんのメッセージとしてはですね、私たちの頃はバブルでね時代的にね、まあ、ね、とてもこう華やかな時代を若い時生きてきましたので、それに比べるとちょっとね、今の子たちかわいそうだなと思う時もあるんですが、それよりもやっぱりいろんなことがこう認められて自由になってきてる時代でもあると思うので、やっぱりその制約がない分だけこう型にはまらず、好奇心を持っていろんなことにこうチャレンジして人生をとにかく楽しんでいただきたいなって思います。はい、いいですね、うん、はい、そんなわけでグラスビーズ、オリジナル曲を中心に活動してますが、楽曲をね、一曲放送させていただけるということで、モノクロの街という、モノクロの街という曲があるんですが、それを放送していただくということで、まあ、夜半から降り続いた雪がね、一晩で東京の街を白く塗り替えてしまった、そういうような、街のイメージを、寒い冬の一日を想像して聴いていただけたらと思います。そんな感じでよろしいでしょうか。はい、で、あと、今後のライブの予定とかお知らせなんですが、4月29日にね、ここカンティーナで、グラスビーズおすすめのミュージシャンを集めて、ライブを企画しています。北は北海道、うん、南は広島、うん、あちこちからね、うん、ここ何年かでいろんな音楽でつながった縁をね、頼りにね、はい、そういう方たちをゲストに呼んで、うん、まあ、いいライブになるといいんですが、今回私すごい思うんですけど、ジャンルがすごい飛んでるんですよ。そうですね、私たちがやってるド・フォークっていうね、ザ・フォークの人じゃなくてもうそれこそなんていうんですか、ジャズ・ロックからそうそうそうね、ちょっとこうおしゃれなフュージョンとかもフュージョンとかもありますしね、ちょっとおしゃれな音楽もあるし、今度出てもらうあの人たちなんかお客を巻き込んでね、そうステージがとっても素晴らしい、はい、方たちもありますしね、はい、これおすすめでございます、はい、4月29日に、はい、ここカンティーナでさせていただきます、はい、もしお時間があれば、うん、ぜひ、はい、いらしてください、はい、楽しめることも気合いです、はいということで、よろしいですか、はい、はい、ありがとうございました、ありがとうございます、グラスビーズでした、はい、ありがとうございました。Thank you.
どうもありがとうございました。グラスビーズさんの最新の情報は、Facebook ページをご覧くださいませ。それからお話の中でもございましたが、YouTube のチャンネルもぜひご覧くださいませ。よろしくお願いいたします。グラスビーズさん、お忙しい中、ゲストにご出演くださり、本当にどうもありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。お知らせコーナーです。ラジオ川越では毎月更新の番組リーフレットを駅の観光案内所に置いていただいております。その他、川越市内の協力店さん、スポンサーさん、加盟店さんに置いていただいておりますので、ぜひお手に取ってご覧になっていただけましたら嬉しいです。それから、そのリーフレットのね、表紙、毎月写真が変わるんですけれども、そちらのお写真もね、募集してますっていうところでございますので、お写真撮られる方はね、ご興味がありましたらぜひご応募くださいませ。それから、ゆっこランドの4月のライブのお知らせでございます。4月の16日の日曜日、みんなで作る畑のワークショップ、飯能市小岩井の畑で、ございます。タケノコ掘りの後のライブに出演をさせていただきます。とっても楽しいイベントになりそうですね。私も楽しみにしております。それから4月23日の日曜日、私が副実行委員長を務めさせていただいております。チャリティーアコースティックライブイベント、イルマサウンドヘブンが、狭山市のコモンズカフェさんで開催をされます。詳細はですね、ゆっこランドの公式ホームページ、ロザランドをご覧くださいませ。よろしくお願いいたします。それでは本日最後の曲でございます。卒業シーズンでございますからこの曲を選びました。アルバム静かな朝より、作詞高野邦夫、作曲鈴木由紀子で、アルバム。昔のアルバム紐解いて、モノクロ写真に目が止まる。ランドセル背負う女の子、一年生の私です。Oh
ヨガバナーコーナーです。今回は、以前ね、一回お伝えさせていただきましたが、私考案の、考案って言ってもですね、ふと思いついただけなんですけど、ありがとう瞑想ね、やっていきたいと思います。瞑想と言いますのはですね、簡単に申しますと、真我に帰る時間でございます。真我というのは、誠の我と書くんですが、本当の私、愛の光である私に帰る時間。教室なんかですとね、本当の私を思い出すとかね、思い出しましょうとかね、言ったりしてますけれどもね。どこから得るものじゃなくて、本来の、自分の光に、気づく、思い出す。っていうことなんですよね。あとは瞑想しますとですね、幸せを感じられるホルモンオキシトシンが分泌されて、ストレス、うつ症状が和らぐということがですね、科学的にも証明されているそうです。私はヨガを始めたきっかけというのは、瞑想の世界を知りたくて始めたんですね。今は毎朝、おかげさまでね、瞑想する時間、取らせていただいてやってるんですが、本当に毎日穏やかなね、幸せな時間をいただいてるなと思います。で、朝瞑想しますと、その状態から始まりますから、もう一日中もうずっと幸せっていうね、そういうことになります。もちろん人生いろいろありますのでね、心が揺らぐこともありますが、この瞑想したことによってすぐにね、自分自身に戻ることができますし、そういった自身の経験から瞑想をね、おすすめしているところでございます。ご興味がございましたら、ぜひ、この後のね、ありがとう瞑想、なさってみてくださいませ。姿勢の方はですね、椅子に腰掛けた状態でも構いませんし、座禅のできる方は座禅、それから横になった状態でも構いません。お好きな姿勢にしていただいて、ゆっくりとまぶたを閉じます。そして、ゆっくりとした呼吸にしていきます。はい、それではありがとう瞑想に入っていきます。眉間に意識を集中し、そこに光があると見ます。その光に向かって、ありがとう、ありがとうと心の中で唱え続けます。できる方はこの先へ。その光が広がって自分の体を包み込むと見ます。さらにその光が拡大して周囲に放出していると見ます。その光がどこまでもどこまでも放出し、宇宙の果てまでも拡大していると見ます。はい、それでは意識を眉間の光にゆっくりと戻します。そしてゆっくりとまぶたを開けていきます。意識は眉間、気は丹田に下ろします。丹田というのは下腹ですね。わかりやすく言いますと下腹ですが、そこに戻して、はーと一回ゆっくりと息を吐きまして終了です。現実世界に戻っていきます。
メイソーの方はね、またあの折を見て、ご紹介をさせていただきます。毎回ですとね、それだけになっちゃうんで、他にもヨガのお話ししたいんでね、そんなところで、本日のユタヨガタイムは終了でございます。本日も最後までご聴取いただきまして、本当にどうもありがとうございました。あなたが元気でいればそれでいい。感謝と笑いは世界を救う。今日も